ダメ。はい、じゃあサンバカトリオです。今日はですね、これ見てください。ですね、じゃじゃん。これはですね、あの小娘のアゴデリーノが大好きなチョコパイなんですけど、ね、パイパイ、この間ね、僕らバレンタインでいただきました。いただきましたね。で、僕がこれで考えたのは、あのチョコパイ大好きなあのクソ娘の死ぬほどチョコパイ食わせたことがあって、これにね、チョコパイタワーよのこう、うわーってこう、なんていうか、ウェディングケーキみたいな。なったん見たことないですけど、タワーっぽいじゃないですか、こうウェディングケーキ、ね、そう、ああいう感じにちっちゃいのも横につけたりとかして、ね、クリームでチョコ、ね、もう全部のチョコのこんなチョコパイタワーを今日は作りたいと思います。思います。今からね、またあのミーティングということで呼んでるんで、それまでに作って驚かしたい、ね、はい、じゃあ行きましょう。レッツホワイトデー。そんな絞るだけって書いてあるから、作るも何も絞るだけですよ。ほんまや、作るってないんや。偏ってるからこれをこうやることないやん。じゃあしゅうさん、今日下にするだけ。え、軽く揉みほぐす。揉みほぐすの得意にはやって、揉みほぐす、揉みほぐしてみて、どんな感じで揉むつかやつ。そうです、バカです。なん下から上に、いや下から上です。あ、そうなん。何でも何でも下から上なんですね。そうです。揉みほぐすでしょ。はい。それでキャップを回して開けるだけですぐにお使い。めっちゃやることないやん。おっさん、ほんまに揉みほぐして開けるだけだるい。一番下はでもそのままでいいんかな。でもこう回転いきますよ。ちゃうやろ、逆やろこれ。ほんま色ちゃうやろ。いやに残ってる。いや、ほんで防腐剤みたいな取らなあかんのちゃん。もう分かったね、やり分かった。めくるめく、めくるめく、めくるめく出会い。ここにない出会い、リクルート。ちょっとえめくっていいんですね。そうやな。いや、もう汚いねんけど。しっかりしてくんね。ちょっとゴミ箱欲しいな。ゴミ箱ってここに捨てろやん。ならもう一緒やんけ。ゴミ箱やんけそれ。これ綺麗にできる人いる？このボロボロ出さずに。いないでしょ。いるでしょ。この辺汚いですって。なんかしょうがない、ほんまに。一回浮かしてくださいそれで、それを一回めくってください。ペロリン。でその中に全部クリーム塗ってください。クリーム、さっきゴン箱のとこにまた入れて汚いやつ入れたとこにまた。大丈夫ですか。綺麗です。ゴミじゃない。ゴミではないですもんね。ゴミじゃない。確かに、はい、クッキングペーパーとかちゃんと出してやってもらっていいですか。なんかその汚いんですよ俺、そういうの嫌いなんですよ。あのそういうとこっすよ、モテへんのって。モテないって誰がモテない。だってこれ今落ちてるゴミ入れたとこ入れましたやん。いますね。ダメですやん。ほらでついてん。ジャムソングラ見てみて。いや、ついてん、ついてん、もう気にしてない。ほらついてない。こうやって捨てたら効率いいんじゃん。汚い、もうちょっときれいに作ってほしいよ。はい、じゃあここに塗って、で、チョコパイを挟むから、くるくるいきますね。この間にもチョコパイ入ってたらびっくりするやんな。やばいぐらいこうチョコパイだらけ。何個入ってるの。計何個か数えなかった。ほら、いい感じ、いい感じ。うるさいって。ちょっと待って、今やってんの。見て見て、いい感じ、いい感じ。でもこれ伸ばさんといけないですね。うん、ではこれぐらいにしときましょうか。はい、こうやりながらやるんですよ、ケーキ屋さんの。なんか若干遠いけど大丈夫。もうちょっとこの辺でやった方がいいんちゃうの。やりにくいんちゃう。ケーキ屋さんはね、こういう感じです。ああ、いい感じ。そうでしょ。うん、うまいうまい。僕ね、子供の時にね、ケーキ屋さんになりたかったかもしれない。なりたかったかもですか。なんでなんですか。なりたかったかもなんですか。いや、ほんまにパン屋さんになりたかったんですけど、パン屋さんになるにはなんかそういう成果みたいなとこ行かなあかんじゃないですか。あ、それをこう調べると、うん、ケーキもあるやな。揺らぐやん。ブレヒコ。でもこういうブレヒコなるやん。こういうね、あの我慢できないですか。我慢できない。我慢する人できないですけど、我慢。こういう、うまい、うまい、いい感じや。めっちゃ細かい仕事は苦手なんですよ。いや結構うまいんちゃう。でしょ。このまんべんのない感じね。まんべんのない、まんべんなく、まんべんなくいけてる感じね。完璧っす。でこの中に、はい、どうしようかな。ちっちゃい方一回開けて。デコります。全部デコル担当。デコル担当がやるけど、ちびの方がいいんか、デカの方がいいんかな。デカで、デカ4つぐらい入れようか。1つ目いきます。
怪しいな。躊躇してる。もう中まあ中ぐらい。こうやな。ねえ、もうこれすごい贅沢。やば。見てこれ。ああすごい。これ綺麗。これいいよな。俺もこれ飲みますよ。クリーム。クリーム使いの。ちゅうさんさっきのもなくなってきてる。クリーム使いをちゃんと見とかんと。うまい、ね。ちょれ。あ、ほんまよ。はい。かぶせますね。ちょっとあの間違っといてくださいね。こういう感じで。こんといてくださいね。こっち。はい。あ、滑らかにいった。すごいね。いいね。これは喜ぶんじゃない？これ横に塗るのってどうやって塗ってはんのかプロの人。回しながらちゃいます。ネリネリブ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 リ。きたね。こんな生クリーム使うってなかなか贅沢やね。あ、テクニック使い出した。結構むずいですねこれ。やっぱケーキ屋さんすごいですね。ケーキ屋さんってほんますごい。どうないです？僕に言っといて。いやちょっと。わかった。こっちこうやったらほら。お、お、ほら。早い、できとる。よし、これでいけるわ、絶対。こんなんケーキやったことあります？今まで。クモだ。初めてですか、これ。初ケーキ。僕らの初体験ですよ、これ。初体験やろ、まじ。ある意味。人にこんなんをあげたことがまずないけど。やっぱ俺すごいな、企画の方。これで今何個でしたっけ？ 4 つ。これ5つ。5つも、もう5つ入ってますもんね。ミニが5つ入ってますから ね。こうやってこうやってこうやってほら。ほんまに職人さんってすごいもんやな。いい感じになってんちゃう？で、ここでミニ、ミニ、ミニいきます。ミニを 何個入れるかっていう、またこれ。横につけるパターンですね。これほんまに頭いいんじゃん、考え方。ぴったりじゃない？サイドの攻め方。ほら。やばやば。これはマジで喜ぶんじゃないかな。はい、ちっちゃいのまず横ね、サイド横、サイド側、サイド。じゃあ2個目ね。あ、もうそうやって並べていくんですね。そうですよ。これはだってね、ないっすもんね、世の中に。やってくれる人がまずいないと思うんですよ、うん、僕。僕しか考えられないですけど、ね、僕がイメージした通りです。ほんまチョキしかもしれない。空いてる場所もちょうどいい感じ。ことか、うん、黒い感じ。黒い。これすごい。もう宇宙、これ上から見たらタコみたい。タコの吸盤みたいな。宇宙船や。すげえこれ。フリーザの宇宙船に行きますね。いちいち管に触る野郎だ。プチ、こんだけ今入ってますね。プチプチ。大きなのはチョコパイタワーってやつや。これはでもチョコパイ好きにはほんまになんていうんかな、たまらへんと思う。夢、夢のあれですよね。夢の多分もうまた夢の夢のまた夢ぐらいの感じですよ。時間違うそうじゃそうじゃない。これはバリ綺麗に乗りますやん。やば。幾何学的ななんか感じやな。ね、すごい。ここにも乗せていくんやから。そうですよね。このちょぼちょぼみたいなのがいるよな。接着剤の役目。役割。こっからどうタワーにしていくか。すごいことなってる。こんなチョコパイ見たことない。7753ですね。7段。これでいいですね。で、はい、ここに真ん中に、あ、最後はこう一個あれなんですね。まず最後一個。7531。最後にちっちゃいの。16個。これはでも喜ぶんちゃいます。すごい。京都っぽくしましょうか。ちょっとパッと一丁開けて。金閣寺ってこと？なんかこう塔みたいな。最後上ちょっと長い。あ、ここ上にね。これ持ち運び大丈夫ですか？大丈夫ですよ。もうくっついてますからね、粘着で。先っちょだけちょっとだけこう見てたからですか？可愛くですよ。完成しました。イエーイ。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。リノッチ、
ね、喜んでくれる顔 ね、みたいですね。呼び出して、はい、今からサプライズで、はい、やってみたいと思います。キャス全部で何本？で、加藤さんのチビ足して。あ、数21足して16は。37。できてる？大丈夫です。37。37個のチョコパイ。はい。使いました。総カロリー数は？総カロリー数、21×157。ここに。はい。シルさんがリノッチを迎えに行ってるんですけど、急に時間変更したっていうことがね、アゴデリーノの気に触ったみたいで怒ってます。で、一時期は来ないということになったんですけど、シルさんが謝るということでちょっと話したいということで急遽今こちらに向かってるんで、サプライズが、説教に変わるかもしれないです。どうなるかわからないんですけど、今向かってると思うんで、一応隠しカメラとしてカメラを隠しといてやってみますけど、うん、まあ僕も怒られるんかな、なんか機嫌がすごく悪いみたいで逆サプライズみたいになってます。じゃあそしたらどうなるか、サプライズうまくいくのか、じゃあお楽しみに。いやでもそのまあ言い訳もあるというか、既読っていうのは、いやでもそれなら B 方がそこがまず違うね。自分の都合が終わったからそれで連絡して、シルさんにも振り回されるのは